こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。土曜、土をつかさどる独身いう神さんが支配する期間や、土を動かす、犯すことはしたかん言うて言われとる期間やよ。六曜は仏滅、新しく始めるわけよ。吉凶なしの法事なんかは吉とも言われとる。今日の干支は日の問い、日の問が影の日、イノシシが影の水やさかいに、音陽五行の流れは水を火を消し止めるいうことで、総国物事が順調にいかへん休憩よ。まあざっくり暦の注釈言わせてもたけんども、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。